はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ニューヨークさん相手のでございます。初めての方はじめまして、ということで今回はですね、プレミアムバトルパスを900にした時にもらえる、AK4 ならレッドオークションを使っているならに潜っていきたいと思います。よろしくお願いします。よいしょ、紙入れ。これね、このマップサロンアタックでいうウェアハウスですね。SF2 でいう格納庫、まあ、多分ご存知の方はね、多分多数いらっしゃるかと思うんですけど、遠距離もね食えちゃうんですよ、この武器。めちゃくちゃ有能なんですよ。さすがにね、ちょっと近距離は、まあ、ウージーじゃなかった MSMC とかね、ちょっと負けるかもしれないんですけど、おー、ちょっとリロリロって、ね、まあ、でもね、全然ね、やれる、本当やれます。まあ、AKS とかに勝てるかって言われたらちょっと微妙なんですけど、でも普通にいけます、こんな感じで。マジでわし以外誰も突っ込めないかな。壁入れない。気持ちでいきましょう。よいしょ、いい気持ち。マックス超分か。おいおいおい。おい、いいね、いいね。これマジでキルハウス超、ちょうどよくね、この時。なんかいるー。ちょっとね、今ね、酔っ払ってるんでね、今ね、ちょっと定まんない、しっかり。これ、やばない？このマップに、このミサイル落としたら、あ、やばいんちゃうか、これ。ちょっといいって当たってないんか、いい。で、ハンターキラーはいいやつですもんで。誰だ、スモーク焚いたの。たまにウェアハウスとかで FB とか使うやつ言うんですけど、相当迷惑なんですよね。ああ、転倒したんで。ちょっと昔のことを入り浸って場合じゃん。なあ、SM ね、だいぶ前になんかサービス終了してんだよ。やりたいな。うん、ハンターキラー。ハンターキラー。おっ。これね、遠距離もほらやっぱり食えるんですよね。全然ね、スナイパーでもやり合えるんですよ、この武器だったら。はい。ほら、こんな感じで。なんかこんな感じでって言ったら、なんかジャパネット宝のあれみたいな、押し売りみたい。よし。あー、タップ打ちでやったら今カットったな。待ってきた。ほい。よし、オッケーオッケー。まあ、基本的にね、3発ぐらいで解けるんですよ、遠距離は。近距離はね、なんか2発、近距離何発だっけ？近距離が3発か。そうそうそう。ちょ、一回リブと。遠距離が4発です。確か。これ強い。強い。一回リブと。待って、いない？ここ。いないね。あ、うるたまらなかった。危な。腰ダメージの奥さんの歩みのなさといったら半端ないんだけど。まあ、本当に。うわ、なんか3回いるな。じゃあ、ちょっとスナイパーの勝負してみましょう。いいねえ、ケンゴリ。あ、待って、この距離とかね、全然、ああ、切りされちゃう。待って、なんか取れてくれた。お前、それずるい。うわ、強っ。やばくない？今、死んどけ。今世紀最大の死んどけだった、リーズ。変わった、待って。なんか、しかも、微妙に点数負けとるじゃん。ちょ、なんでわしこんな切りしてんの負けてんの。そらないよ、マジで。ということでね、もうざっくり結論言うんですけど、これマジで皆さん課金した方がいいです、ほんと。課金とか、うわ、ちょっと。課金ってなるんですけど、これ本当に800円の価値あると思います。冗談抜きで。これ本当に強いです。あ、外してる。はい、これはね、マジで課金した方がいいと思います。なんか V トル出てね、むずいかな。はい、というわけで、今回47レッドアクションの動画でした。お疲れ様でした。